最近営業とかでね、いろんなとこ行かせてもらったりね、うん、ありがたいことにするんですけど、うん、まあいろんな会場とかね、うん、まあ全然もちろん違うわけですけど、うん、野外もあればね、室内もあったり体育館もあったりするわけですけど、この間行ったところのそのトイレが、うん、まあ体育館みたいなとこかな、その体育館でトイレがその舞台のギリギリ舞台袖というかそこにね、うん、あるんですけど、まあまあ古くて、うん、まあ普段は違うところのトイレをみんな使ってるんですけど、うん、お客さんと会わないためにはもうそこのトイレ使うしかないみたいな状態で、うんうん、まあ、全然古くてもいいんですけど、うん、まあ、古いトイレによくありがちな、うん、もう鍵が壊れてるみたいなことあるでしょ。まあね、で鍵が壊れた時ってまあそのままじゃダメだと思うから、うん、なんか違うのつけるでしょ自ら、うん、新しい鍵を、うん、でそれを日曜大工的に、ね、日曜大工的に、うん、それを繰り返して4つぐらいついてるんですよ。でもどれが使えるかさっぱりこうかけるだけのやつもあって、なんか木のやつもあるし、なんかもう多分壊れて壊れて壊れてきて最後のやつだけどれかほんまわからん。そうそう、し別に純不動ですしね、うん、1個だけの正解は正解1個だけ。も中華屋とかでもあるが、そうそう中華屋とかでもあるし、こういうやつとこういうやつと、そうそうそう、あとあのドアのここ、ドアのここがここについてることはもうドアのやつは絶対壊れてますからね。そうそうそう、ノブにまずね、まずこれが正解だったら信じられない話ですからね、うん、後でこっち直したみたいなことあったら、ここは一番スマートだった。あと男子トイレでちょっとよくあるのは、入って小便器があってこっちに個室があるみたいな時に、うん、小便器の入り口にも一応鍵がついてあるけど、うん、もうそれが機能してなくあったりするでしょ、うん、なんでこれもう、あ、もう使えなくなってんのかみたいなのもあるし、うん、あと某劇場のトイレがその水洗のこう引っ張る感じのやつで、引っ張る感じのやつなんですけど、そのそこにねなんか注意書きみたいなして、その強く引っ張りすぎると壊れますんで、なんかや優しくしてくださいみたいな、水が止まらなくなります、止まらなくなりますみたいな、いや直してくれと、なんでこっちにそれを委ねてくんだよと思って怖いしね、止まらなくなったら、うん、でやっと全然流れなかったですよ。どんくらいやればいいかもわかんない。てか前の人が杖を引きすぎて、要はそのこれ戻ってなくて、あ、そう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 、タンクに溜まってない水が、ない時もあるしね、うん、まあ大体ライブとかの時はどんどん使いますからね。そうで、まあまあのクソしてなまあね、流れんかった時とかもちょっと焦るよな。そうそうそう、待つしかないしね、溜まるまで、うん、まあいろいろしょうがないってしょうがないんですよ。ハマーのクソって汚いよもう言葉として本当に誰が応援すんだよ本当やっぱたまに思うもんな。この間ねライブ、ネタライブやらせてもらいましたけど、はい、漫才と漫才の間にね愚痴ラジを流して、うん、不思議な光景でしたよね、うん、ネタとネタの間に愚痴を聞いて一応みんなでこう笑ってくれてる、うん、ね、愚痴ラジはいつもみんな多分一人で見てるでしょうから、初めて愚痴ラジをみんなで見るっていう、あー、そうか、うん、で一応ベストセレクション的にね7個流しましたけど、うん、大体がすげえ愚痴言った後、これからもね応援してくださいね誰が応援すんだよって目が笑ってない、薄ら笑いでな、なんそれだってハイドアモーって出てきて愚痴言う漫才するわけでしょ、もうひどい話ですよまあね、それでも見に来てくれる人がいるわけですよ、チャンネル登録も増えてきてますから。そうですね、汚い言葉も使うかもしれませんけどね、はい、ありがたいです引き続きね応援の方ねよろしくお願いしますねこの終わり方いやちょっと正直愚痴ラジの終わり方ってむずいよ、そのもう愚痴ってあとねそのぶち切れて終わるだけでないし、ふざけんなよって切られたらマジで怖い感じになるから、やるしかないけど、これはこれで怖いでしょ多分だから目が決まっとるしな、どうしようもないっちゃどうしようもないんだよだって愚痴ってんだもん、もうよろしくお願いしますなんだよふざけんなよって切ってもらおうかな一回。いやいやいや、そんなリスクは上回る。そうだね。打ち切れたふりしてますけどね。そんなことなわけじゃないですからね。口レベルが低いやつですからね。トイレとかも全然ね、気にしてないです。いやいや、全然なくてもいいかげんね。トイレね、いいですから、そのパラでありますからね。引き続き応援の方ね。劇場の方、劇場の方もお世話になってますからね。そうです。全然ね、いろんなところ行って、どんなトイレでも大丈夫ですんでね。はい、引き続き応援よろしくお願いします。お願いします。なんでこれ、ほんとに。150近くやってるだろうけど。ほぼこれだ。ほぼこれ。終わり方ほぼ。ひどいな。まあしょうがないですね。しょうがないよもう。終わり方ほぼこれ。まあね毎回そうですから。平日毎日愚痴を更新していますウエストランドの愚痴ラジ。ぜひチャンネル登録してください。と一言お願いをねしてもらって。いやそうなんですよ、まあ愚痴は全部僕が基本的に喋ってますから。そうなんです、こんな感じですから僕は。隣にこいつを座ってますんで、ぜひチャンネル登録してみてください、お願いします。